皆さんこんにちは。突然ですが、ちょっと外から生配信をやっています。さて、私がどこにいるか皆さん分かりますでしょうか。現在ドバイ空港におります。ちょっとね、最近こういう配信が多くてあるんですけど、一息ついたらね、また戦術解説とかもちゃんとやっておきたいとやっていきたいと思ってますんで、はい、そのあたり含めてよろしくお願いします。います、だいぶやっぱこっちはノーマルに戻りつつあるっていうか、戻ろうとしてるなっていう印象ありますよね。店員さんとかはさすがにマスクしてますけど、結構あんまり日本とかなんか、いや、ちょっと暑いかな、なんか蒸し暑い、もうこんなん着てる場合じゃないんだけど、で、あの機内はまた寒かったりするから。森田です。マドリードに着きました。いやー、ちょっと長旅でしたけど、ちょっとね、髪がこうサボサボになると、ちょっと目がね、充血してて、若干結膜炎的な感じになってて、怖いかもしれない、申し訳ないですけど、まあ、ただ無事にマドリードに着きましたんで、で、よっ、あんまり見ないです。で、滞在先、今日ホテルなんですけど、まあ、中心地の方行って、夜のレアルマドリード対エヴァンの試合見に行こうかなと思ってます。まあ、宿も割とベルナベの近くの方なので、とりあえずそっちの方向かってって感じで思ってますね。移動してからね、もう一回やってもいいかなと思うけど、ホテルとかで。こんばんは。食レポしてます。ハンブルゲスタコンポールということで、まあ、チキンハンバーガー、チキンバーガーですね。チキンのハンバーガーで、中身はレタス、トマト、まあ、チキン、鶏肉、ベーコンかな。あの、どこにいるかちょっと前察してください。あと前の動画とか見てくれたりします。はい、そんな感じで、はい、というわけでいただきます。スペインについて最初の紹介です。見てる人は全然面白くないかもしれないけど、僕だけテンション上がっちゃってごめんなさいね。ちょっと注文するときに、あ、すいません、注文するときにね、なんかレンジャースンポーコーって言って、ちょっと温めてもらいましたって言ったんで、ちょっと温かくしてもらって、すげえ今いい感じです。美味しい。いや、これだね、やっぱりスペインはね、めっちゃうまいわ。こういうね、感じなんですよ、今ベルナベーは。何が言いたいかっていうと、工事中なんですよね、特にあの上の部分は。もうちょっといいカットがあったらなと思いますけど、工事中で、あの工事が終わる時ぐらいに、やっぱりそこにぶつけてスタープレイヤーを確保したいっていうのがペレスの狙いなんで、この辺かとった方がいいかな。伝わってるかな、伝わっ、ちょっとね、向こうから撮った方がいいのかな。まあまあ、でも上の方むちゃくちゃ工事してるんですよね。ちょっとこう
多少大きくというか拡張拡大してモダンにしたいっていう思いがペレスにはあり、これを伝えたい。ありがとうございます。伝わってると。そう、天気ね今日いいから。で今これもう8時20時15分なんですよ。それでこの明るさなんて、5月のスペイン恐るべしです。マドリディスタの方いらっしゃいますね。やっぱクリスティアーノ・ロナウドの でございます。これいい感じに撮れてる気がする。そう、もう一回シャワーとか浴びたから。あー、この辺雰囲気あるね。で店、まあ悪さカンプノーノとかもねこういうの結構あるけどね。このまま調子乗ってると絶対これ観光客に間違えられて、めっちゃもうなんかこの辺のね周辺のバルとかカフェテリアはもうマドリディスタの方でいっぱいですね。ぼちぼちね、これ回してると周りの目が厳しくなってきた。レマンテファンの方もいらっしゃいましたよ今。諦めてませんよ残留を。のも伝わるし、雰囲気的にも。現在スペイン朝の7時21分でございます。朝の散歩兼今から朝食に向かいますが、ちょっと先ほどまでねもうちょっと綺麗に朝焼けが出てたんでうまく撮れるかなと思ったんですけど、朝の散歩若干曇ってきちゃってます今。おはようございます。朝のスペインお昼ねの感じ、まあ人、今日土曜ですけど、まあ人はいない。だいたいスペインはね、土曜とか日曜の朝は閑散としてるんですよ、実は。そうで話それましたけど、マドリード、マドリードじゃない。日曜、土曜とか日曜の朝は、すごい人がいなくて閑散としていて、なんでかというとあれですね、それ前の日の夜に出かけるからですね。飲みに行ったりとかナイトクラブ行ったりとか、でその次の朝はみんなダウンしてるんであんま人がいないと。ちょっとこのなんかサッカーというかフットサル状態これね、前なかなかスペインにもストリートサッカーの文化なくなってきてるって話したんですけど、こういうところはまあこれ公園、あって隣にあるんですけど、これまあ見て分かる通り柵がねあるんで、
入りたい時に入れないんですよ。ここも管理人さんみたいな人が、ちょっと見えるかな、あそこにドアみたいなのあるんだけど、よっほっ、そうで開けてくれて入れるっていう。そしたらできるけど、そんなにこう自由にやっぱり出入りしてストリートサッカーっていうのはもう今やスペインでもなかなかできなくなっているという状況になりますね。あ、地面はコンクリですね、そこは。うん、だからやっぱサッカーやるとか、今タオル買いたいなって勝手に思ってるんだけど、果たしてどうなるか。お、なんか公衆トイレでさえおしゃれな感じで、でもこれあのあれだからね、有料だからね公衆トイレ無料じゃないから、基本スペイン有料だから、お金入ってお金払わないと入れないから。ほっ、向こうでもストリートサッカです。さてと、ちょっとですね、あっと、とりあえずこれを撮ろう、後ほど説明します。
ちがチームバスで入ってきたところでした。映像残ってるんでちょっと巻き戻してみてほしいんですけど、でまあそれに対してヘタフェのファンも含め、まあ、バルサのファンもその入りをね言おうというところで人が集まってましたね。ちょっと面白いのはバビーコールがすごいよ、人気だねやっぱりね、リアルだねこれね。いやーこれさすがに言ってねえな、でも熱狂を感じてください。ダメだ、もうみんな前のポジションを取ってるから。あとは試合前のスタジアム周りですね、ヘタフェのホームスタジアムの周りの雰囲気を伝えておきたいと思います。中で見る、うん、まあでも試合前時間あるから、このとりあえずこの空気感を伝えたいっていうのと、まあ収めておきたいっていう、いやーいい感じ。の時代の誰だよっていうユニフォーム着てる人がいるのが好きですね僕はさっきマリオ・フェルナンデス着てる人いたかった。
ね、雰囲気最高だよ。これ本当ザ・スペインって感じ。天気いいっすよ。でもマジで本当マドリードの方ってあれだっすね、 平地っていうかな、盆地なんですよね。だから結構こう平らで、だからまあ今夏だから天気いいし太陽あるから暑いけど、冬は結構実は寒いんですよね、マドリードは。好きな人をもうずっと見てられるんだろうな、1時間ぐらい。停車はしてない、うん、若干またなんかトンネル的なところを通って走り続けてます。あ、そうそう、ドアの音です、うん、車窓は気になるってこと。飯テロを引き続きやっていきたいと思います。
今日はアストゥリアスに移動してきて一応最初の晩餐、これはね、そうです、飲み物と、おっ、おはようございます、朝4時、サンドイッチ的なものが2つついて、でこれは、まあ、ポテチだけど、これサービスね。で、これ、なんと、これ驚きだよ、値段。6.6 ユーロ、これで。これで。ごめんね、朝から飯テロして。そういうの映した方がいいよね、俺のあれとかどうでもいい、ご飯とか。こういう感じで、あっちにもあってカメラ、さらに奥にももう一個あるから、まあ、テラスもあるんだけど、まあ、これはまあ関係ないね。そうだからモニターはでもここが一番大きいけどね。ここは確かにめちゃくちゃ。ちょっとですね、町紹介を今からしたいと思います。ちょっと短めの動画になるかもしれませんが、私森田はですね、現在スペイン、アストゥリアス州のヒホンというですね、町にいます。そこの、まあちょっといくつか典型的なものをピックアップしたいなと。はい、これがですね、はい、これがヒホン呼び方をするんですけど、これでここがですね、割とベストスポットの一つ でこの町はですね、まあ、海に面しているんで、こういうね感じで港があるんですね。そういうのもあって、今回割と何回か話をしているんですが、ご飯美味しくて海のものがね美味しいんですね。はい、あとはもうなんかちょっと天気がねあんま良くない。ただこれは割と一年中こんな感じで、スペインの中では割と珍しいというか、天候的にはイギリスに近い感じの場所だったりします。あとはまあそうだな、これをちょっと見たんですけど、なんだっていう感じすると思うんですけど、瓶でオブジェ的に成り立ってるんですけど、この瓶が何かというと、シードラ、こっちで言う、日本で多分伝わってるところで言うと、まあ、シードル、だからリンゴ酒の、まあ、お酒ですよね、飲み物。これがやっぱりこのアストゥリアスではすごい名物なんで、これをここの人たちは飲んで、うん、まあ、特に週末とか昼から飲んでる人もいますけど、それを飲んで楽しく余暇を過ごすというのが一つ習慣、分割としてございます。はい、そんな感じかな。引き続き先ほどですね、ヒホンっていう町は海に面してるっていう話をしたんですが、その感じを
したいと思います。こっちが、はい、まあ、いわゆるラプライヤービーチがあるとこですね。なんか、うん、海の家的なものもあり、若干天気があれだからね、今日は。そこは少しだけ残念ですけど、これはもう晴れてる日はこの辺はむちゃくちゃいいですし、夏は人がこうもうブワーっていますから。20度だもんね。マドリードと10度ぐらい違うんですよね。本当にもうのどかな街なんで、僕は個人的にはやっぱりこういうところに日本の選手が移籍してきて欲しいなって思ってるんですよね。やっぱこういうところに来れば本当にサッカーに集中できると思いますし、だからまあちょっとだけ話がずれちゃうかもしれないんですけど、近年のラリーガでいうとウーデゴールがやっぱ最初マドリーに若くして移籍したけどちょっといまいちで、でオランダレンタル行ってみたいな、でスペイン戻ってきてレアルソシエダでレンタルでプレーしたんですけど、でそこでブレイクしたわけなんですが、まあレアルソシエダはね、あのサンセバスティアに本拠地があってっていう感じですけど、やっぱりね、あののどかなところっていうか集中できるんですよね、サッカーにね。そうすると最初からやっぱりマドリードとかバルセロナとかに行ってしまうと、もういろんなものがあって、まあ、ある意味誘惑もありますし、チームなんでね、こうメディアからの注目もあってプレッシャーもあってっていうのもあるんですけど、だから日本の選手も、まあ、久保は今ちょっとマジョルカにいますけど、ね、乾がエイバルにいたりとか、ああいう正直なんかあんまり何にもないところですよね、サッカーはあるけどっていう。ちなみにでもまあご飯は美味しいしっていうところ行って、だこういうのどかなところに行った方が僕は日本の選手に合ってると思いますし、サッカーに集中できて活躍できるんじゃないかなって思ってるんでね。あとは、まあ、これはもう結構ね言われたりしてることかもしれないですけど、まあ、こんな感じなんですよ。スペインの北の方がね、こう規律があるっていう風に、まあ、言われてますし、確かにそれはその通りだなと思うんで、スペインもやっぱ南の方に行けば行くほどラフながいますので、難しいところがあるのかなというふうに思ってるんですね。そういうのはやっぱりこういうね、ヒホンっていうスペインの北の方に来ると、まあ、思い出しますし、まあ、今でもそういうふうに思うなと感じますね。はい、どうしてもこう
スペイン住んでたとか、うん、スペイン社会に詳しいみたいなものばっかり一人歩きしちゃってるんですけど、ああ下積みやってる感感じましたよ。もういやすごいっすよ。でもそれこれ多分あんま分かってない人いると思いますよ。あいつがなんであんなに、出てきてんだみたいな感じの人は少なからずいるんじゃないですかね。うん、まあ、難しいっすけどね。あんまりこう僕苦労話するの好きじゃないんで、スペインにもやっぱ10年住んでたんで本当にいろいろあったんですけど、でもやっぱ辛かったこととか苦労したこととかあんま喋りたくないんですよね。でこれをそれを言った方が日本の人って苦労話好きじゃないですか。それこそさっきもちょっとさらって言いましたけど、日本食屋さんで皿洗いした時期とかあったし、そういうのを言った方が、うん、なんか受けいいんだろうなってやっぱ思うんすよ。わかるんすよ、それはわかるけど、なんかちょっとステレオタイプだしあんまやりたくねえなみたいな、生意気なんですよね多分そのあたり僕は。てか基本めっちゃ綺麗です。千夜森田さんもそうですが、はい、ありがとうございます。いや、そう、それをでも僕のこととかどうでもよくて、ちょっとこれアナザースカイっぽいですねアナザースカイっぽくないですかこれちょっとまたこれいいっすね、この絵は。これ使おう。ちょっとアナザースカイっぽい感じ。これアナザースカイっぽいな。今いい角度画角につけましたよ、これ。そうそう、そうなんですよ、綺麗なんですよ基本は。この街が本当に好きだし、そういうのをこうみんなにも見てほしかったっていうか伝えたかったんで、まあ今これスマホでちょっと自撮り的なやつにやって歩いてるんですけど、ちょっとそこにねイチャついてる若いカップルの方がいるんですけどね、はい、あれもすごいスペインっぽいですよ、こういう景色も。でもこういうのをねちょっと伝えたかったんだよね。ヒホンっていう街をみんな知らないじゃないですか絶対。スペインっていうとさっきも言いましたけど、バルセロナ、マドリード、セビージャとか、まあいいんですけどね、入り口がそこなのは全然いいんですけど、まあそれ以外のところにもすごいいいところはたくさんあるし、なんかヒゴンを伝えたかったですね。まあでもちょっとちょくちょく日本からそんな感じですありがとうございます。ちょくちょくもうちょっと動画を作っていくかもしれないですけど、まあ見たい時に見てくれればって感じですし、うん、まあ、コメントもしたい時にしてくれればって感じなんで、はい、そんな感じです。逆に言うとスペインからは以上です。ペットボトルダメなんで蓋取んなきゃいけないんでちょっと注意が必要ですね。もうすごいもんこの子たち、いい空気さあサンティアゴベルナベウでございます。こっちからのあれもいいですね、こういう感じ。ああ、今日クルトワ・カルバ、ミリトン・ナチョ・メンディ・カゼミロ・モドリッチ・クロス・ビニ・ベンゼマ・ロドリゴ、ガチじゃないですかガチメンバーだ。この前もちらっと言ったけどミッキーがミッキーが、ちなみにミッキーエンバペ来てますから7番ミッキー
一気に7番のエンバペなんで、もう来てるんで、夢の国では、夢の国ではもうエンバペはレアルマドリードで7番背負ってるんで、はい。ちなみにですけど、はい、取ってあげましたよありがたいですね。そんなにこうちゃんとしたカメラ持ってるわけじゃないんですけど、冷静に考えればベンゼマとかね、カワミンガとかフランスの選手も多いんで驚きはないんですけど、まああのマドリーも本当なんかベンゼマのチームみたいになってますからね。この前の試合も取材で思いましたけど、さっきのところだと思うあの今これ回した感じで来たから、だから適当に上がってきちゃったんだけど、はい、皆さんこんにちは、森田でございます。さてと、軽い飯テロ、大したご飯じゃないマジで、大した思われてなかった。さあいただきます。このハムチョコクロワッサン、エンバペ設計、エンバペ残留と。ちなみに今これを買ったところの店員さんが、あ、エンバペ来ないねって言ってきた。まあ、エンバペ取れなくなったから中アメに狙いに行くんじゃないかっていう、もうそこまで記事が出ちゃってますね。このバルベルデのコメントいいね。レアルマドリーは全員が行けるクラブじゃないみたいな。
皆さんこんにちは、森田です。さあカメラ回していますが、ちょっとどうしようか迷っていたんですけれども、ちょっともう時間もないし回してっちゃおうかなと思います。ちょっとグッと旋回しようか。おっす。はい、というわけでこの街のね、街並みを少し捉えましたけれども、久しぶりに来ましたよ、ここは。ええ、あっちの方も行きたいけどちょっと時間ないんだよな。このカメラで捉えるぐらいで。これもう本当皆さん楽しんでください。天気いいのは本当にもう運がいいです。そうだ、僕は晴れ男なんです。実はそれはもう今回のスペイン取材でも証明されてると思いますし、今僕がどこにいるかあえて言わずに来たんだけど、言わずに行こうと思うんだけど、ちなみにこれは以前闘牛場だった場所です。今ここの地区では闘牛はやっていません。はい、ただ以前はここで闘牛が行われていて、これ一個ヒントですね。この地区ではもう闘牛は行われていません。スペインのある場所でございます。はい、以前はここで闘牛が行われてたんですが、今はちょっとこうショッピングモール的なものにね変わってますね。なんかね、やっぱちょっとね、このスペインの行く場所によってね景色や雰囲気が違いますよというのは本当にもう伝えたい。こんなに地域によって違いますかと。まあ、もちろんね、日本だって東京と京都で違いますけどね。こういう感じの街ですね、ここは。この町ではちなみにこういったですね、ビシと言われる、ビシングですね、確か。レンタルバイクがですね、結構主要だったりします、交通手段として。僕もね、住んでた時はね、使ってました。こういうのカード作んなきゃいけないですよね。ただカード作って、ここで一回ピッてやって、この辺に停留所ありますよ、みたいな。このマークが見えるし。得た情報とか、まあ僕のことはないかもしれないけど、スペインのこととかね、あとはここが気になりましたとか気に入りましたとか。ああ、もうこれ結構ヒントだな、俺の中では。これ結構ヒントだよ、この感じの、まあ、オブジェというか建築物というかね。危ない、引かれる。コーラはね、まあ YouTube とかでもネタみたいに言ってるんだけど、
なんか僕はちょっと理屈っぽくて申し訳ないんだけど、この前のこのヒゲの話とか、自分の行動には理由があります、大体基本的にっていう話じゃないんですけど、コーラはオレンジジュースね。あの僕結構移動が多いんで、やっぱ移動するときに、例えば、まあ、今回も結構飛行機とかも電車とか乗ってますけど、何時何分にどっから出なきゃいけないとか、まあ朝も早かったりすると、ちょっとこうどこでどうトイレ行ってみたいなのも計算しなきゃいけないから、ちょっと今フライトだね、フライト乗るときにコーラが一番重宝するというか、カロリーも取れるし、まあ一応糖分も取れるしみたいな。こんにちは、森です。さあ今からですね、もう早速見せます。はい、さて見えますでしょうか。もう分かりますね、あそこが何か。うちのサロンのメンバーの方たちだったら、あそこですよ。ええ、あそこです。わかりますね。もうここからでも見えるというところがですね、そうノーカンプでございます。ここから見えるというところがやはりこのスタジアムのね、偉大さを表しているわけなんですけれども、私森田カンプノにやってまいりましたんで、さすがに試合前、もう1時間半ぐらいあるんですけど、ここチケットビーバー的な、あーでもあそこからも多分入れるからかな。結構列ができてますね。ここから見るカンプノはこれまた趣がある感じはしますか。さっきもちょっとあったけど、入り待ちなんだよねこれ多分ね、チームバスの。ここから入ってくるんですよ多分。すごい少年がこっちを見てた。どうですか、これはメンフィス、ブスケッツ、ファティかな、スケ、フレンキリオング、ケアしてこれみんないるといいけどな、来シーズンっていう、ちょっと不吉なことを言ってみる。
フォルサバルサっていうね、バルサ頑張れっていうね、どうぞですね、クライフとクバラですね。でもう一個次の週末にマドリードの試合見る予定だったんですよ、ベルナベーで。ただベルナベーでマドリードとレバンテの試合見た後に、まあ、コリセウでヘタフェとバルサの試合があって、まあでもバルサやっぱちょっと一個見ておかないとなと思ってね、やっぱバルサとマドリードはさすがに現地で見た方がいいなと思って、まあね、そっち行ったんですよ。そしたら最終節の方でこうマドリードの試合とバルサの試合がずれるっていうね。皆さんこんばんは、森田です。いやーちょっとね、まあ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 って感じの試合なんですけど、まあ、雑感で言うと、試合前のアナウンスとかで思ったのは、フレンキー・デヨングが意外と人気っていうクレイ現地と、短めかもしれないですけど、今これ空港なんですよね、バルセロナ。なんか皆さんこんばんは、森田でございます。現在フランクフルト空港におります。マドリードからフランクフルトに来て、ここで、いや今からトランジット3時間もないか、2時間弱ありまして、東京の方に、羽田ですね、帰りはそちらに向かいます。あ、2つ作った、あ、いい、ありがとうございます。エルモソね、あ、ダルデルね、エルモソ入れようかどうか迷ったんだよ、僕も。ニャキペーニャだいぶ渋いな。確かにこれでペドリ・モレーノがいないってスペインのさん、本当だよな。この辺で言うと、まあもうかなりワールドカップ厳しいだろうなみたいなところで言うと、ダルデルとか、まあ、エルモソもそうだね、カナーレス、ラファミルとかはね、まあもう厳しいだろうなと、まあヤワスパスもそうだけどさ、
ムニアインペースが本当だよな。カパ。絶対にありえないことだけど、その時周りにすげえ止められたっていうか、お前頭おかしいのかみたいなことを言われたけど、なんか今日になってみてその答えが出たと思うみたいなことをコメントを残してて、あかっこいいなと思いましたよ。取り付けたりにはトレティって言わなかったな。もうあれだけいろんなチームでプレーしたらどこって言えないし言わないのが正解だよ。マジョルカもだいぶサルバスレイじゃなくなって、レイナもね確か移籍したんですよね。マラはに行く感じで、逆にマフェオとかは完全移籍で取って、こう分かってくれてる人がいるところじゃないとこういう風に言語化したり分析できないんで、 CL とワールドカップの違いとか、なんで僕が CL 派、まあ相手の CL 派で、まあ、ワールドカップ派じゃないかっていう、まあ、もちろんどっちも好きも当然いいと思うし、ただ僕があえてこの2つ CL とワールドカップを分けてどっちがっていうんだったら、やっぱ僕は CL 派だし、ヨーロッパにはそういう人は少なくないと思うし、その理由は今言ったようなことですね。今言ったような理論で、シンプルに実はもう CL の方がこうもうグローバル化されてて、ワールドカップって名前的にはまあワールドカップだし世界大会だし、いろんな選手が世界から来るしっていう大義名分があって、そういう名目なんだけど、もうなんかそんなに本当にこう世界一を決める天下一武道会にはもうなってないよねっていう、 CL の方がもう今そうなってるよねっていう。しかもこれ1年に1回やるから、いろんな選手来るし、いろんな選手入れ替わるし、今本当にこう旬っていうか、まあ、ビンシウスとかそうだけど、グッて伸びてきてる、ね、ブラジル人の選手なわけじゃないですか、ヨーロッパの選手じゃなくて、今グッて伸びてるこう南米出身の選手がヨーロッパで1番になれるかもしれないっていう、なんか絶対もうこっちのグローバルなんですよ本当に。分かってる感っていうか、分け分かってる監督、分け分かってるチームには僕はラージは今なってると思って、イラオラがでももしかしたら今季終了時どっかに引っ張られるかもしれないね、監督は、ね、あ、そんなに評判いいんですか。そしたらちょっと、あ、だからディエゴ・マルティネス的な感じなんですよ今。あ、はいはいはい、ポジション的にというか、まあこう流れ的に言うと、そうだって言ってますけど、ポジションしたいと思っています。はい、皆さんおはようございます。さあ、解説終わりの森田でございます。さて、今しがたですね、うちのオフ会は特にテーマも決めずにざっくり話すんで、